サメシママサキは、料理家、メニュー開発コンサルタント。モデル。ワイン愛好家。車、オーディオマニア。1951年、京都生まれ。入江朝木に指示。当時はまだ一般的に知る機会の少なかったヨーロッパ家庭料理と伝統菓子を学ぶ。1983年、独立。料理男子。 スイーツ男子の先駆け的な存在として TB 広告雑誌等で食卓を紹介。長身で日本人離れした要望とともにも手やされた。料理、歌詞は斬新な発想と手の美しさが際立つと評された。1988年にフードアートデザイン C を立ち上げ以降欧風家庭料理をベースとした健康派のレシピを 作る楽しみとともに発信して今に至る。エレガントなヨーロッパ伝統合子も得意としている。90年代は主として相談役、コンサルタントとして活動。ダイエー、ローソン、雪印乳業、マルハなどで業務開発にあたる。KFC、ハーゲンダッツ、味の素ほか各社でメニュー開発、提案。レストランシェフよりも家庭に近く。 業務経験も豊富にある点が特徴とされている。20代前半、モデルとして活動した時期があり、その縁で50代からプロエージェンシーに所属、モデル活動を再開。パラマウントベッド、トヨタ、オーリスなどの CM に出演。シニア世代となった現在も、そのスタイルをキープしている。昨今、話題のナチュラル白髪固定派。 近年の各局出演番組によると、モットーは、毎日の食を通じて、より健康に、より活気ある暮らしを送ること。特に中高年以上の食卓について、自らが実践中のレシピをベースに、固定化しがちな各家庭の食卓に、新風を吹き込むべく、取り組んでいる。プライベートでは、長年の趣味である射撃に加え、2017年から、マリンスポーツもスタート。 死にアらしからぬ好奇心と探求心で人生の後半を謳歌している。なお、不特定多数に向けた情報公開には、講師とも慎重派。書きリストに漏れている媒体等の露出も多数あり。NHK を中心とした t v 出演、それに伴うイベント、雑誌掲載などは2019年までコンスタントにしている模様。各月間、 三分クッキング第13巻4号。1986年8月1日発行、日本テレビ放送網。各月間、三分クッキング第16巻4号。1989年8月1日発行、日本テレビ放送網。各月間、三分クッキング第21巻2号。1994年4月1日発行、日本テレビ放送網。 各月間、三分クッキング第22巻1号。1995年2月1日発行、日本テレビ放送網。資料詳細、ありがとうございます。